我の名はピオキング。これから世界を制するマッドサイエンティスト。謎ヒストだよ。だみんな、いつも思うけど、ついてこれてるかい？まあ、ついてこれてるでしょうね、きっと。みんなも同じ、同志なんだから。僕の動画を最初から最後まで見る人って頭おかしいんだろうなって心の底から思います。それじゃあ本編入っていきましょう。どうもマゾキングです。マゾキングだよ。僕は S だからな。今日もトロールコースと一発張りをやっていきますか。で、今日のトロールコース、ウィンターブルーダーランドということで、あのブルーダーランドって調べたら青ひげって出たんだよな。だから冬の青ひげっていうことになると思うんだけど、ちょっと意味わかんないよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 で、前回もさ、ワゴンさんのコースしたんだけど、あんまりバグとかなかったじゃん。今回はバグめちゃめちゃ期待したいね。なんかちょっと物足りなかったか。うわ、バグっぽいのが来たよ。なんかめちゃめちゃ楽しそうじゃねえか、あのドッスン。開幕鼻ケツ。開幕鼻ケツはセンシティブに引っかからないか。大丈夫か。じゃあ一旦ジャンプしてみようか。ジャンプしたらオンオフが開いてくれるんだね。そんでこの花ちゃんさ、ケツ攻撃してくるんだけど、ちゃんと戻ってんの。これどんなバグなんだろうな。踏んでみたら、あ、踏んでもなんもなんないか。ジャンプに乗ってすぐ右に行く。マリ、まだそんな楽しい場面じゃないぞ。いや正直怪しいと思ってた。普通のジャンプで届くときって音符とかバネ乗らない方が身のためなんだよな。だから今後気をつけたいと思います。トゥルルテッテッティーティッ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 ティ。面白い。いや本当に面白い、このコース。もうドキドキとワクワクと胸胸が止まんないね。もう容赦ないよ、バルコの使い方が。だから僕も容赦なく本気でいきたいと思います。じゃあここからトゥルルテッテティ取った後に右行って一旦左。神の甲羅乗らなきゃいけない。乗った瞬間すぐ左。オッケーオッケー。そして右に行けばいいのか。でここで雪玉抜いてオンオフをする。いやそのうわっていうやつやめろ。それなりの実況者だろ、ピオキング。だからもうちょっと語彙力たっぷりで言葉を選んでやっていきたいと思いますね。みんな多分僕に語彙力とか求めてないと思う。じゃあここも雪玉で投げろっていう感じね。邪魔だパステラー。いや、これさ、どっからどこまでパフがあるか調べておこうか。一番左ある。で、その左もある。で、今ここ抜いたところでしょ。で、この右は、え、全部ある感じ。あー、一番右だけ雪玉ってことか。バグの知識とかめっちゃ欲しいね。それを何のオープニングに使いたいって思ったことか分かんないもんな。絶対今より面白くなる予感しかしないんだよね。そしてここ落ちるんじゃないのか。このルート左に行ったらダメっていうのは分かってる。だが僕は行く男さ。落ちた瞬間ジャンプするね。多分落ちると思うんだよな。分かってんだまさか隠しブロックがあるとか思わなかった。それじゃあもうお遊びは終わりにしようじゃないか。このパン投げていいのかい。右の方で投げたら絶対何か嫌なことが起こる予感しかしない。だから僕は左で投げるよ。熱いですわ。楽しませてくれるじゃないか、制作者よ。じゃあここは離れない、離れずこの場所で投げてみる。そしてもう一回オープンで。よしよしよし。なんですり抜けんだ。いや、おかしいやろ。なんですり抜けんのよ、パウがさ。絶対おかしい。次こそ左で投げるってことね。そしてこっから大ジャンプして扉に入っていく。さあ、そろそろ中間ポイントはあってもいい頃だと思うけど、まだまだないね。ここは隠しブロックがあんのかい。これピンポンやれたけど、なんか意味あんのかな。これ乗っていい。なんかすげえ怖いんだけど、乗ると。乗ってみる。あだー。いや、このワナは天才でしょ。革命だよ、革命。トロール界隈の。じゃあ隠しブロックを出しておいていいのかな。で、ここにおったら安全そうじゃない。だから大ジャンプしないでこの場所に逃げておく。いやでい。分かった分かった。もうここの隠しブロック叩かない。そんでここは普通に何もしない大ジャンプしてオンをすればいいんだ。いい加減にせんか。そういや、最近さ、僕が BGM に合わせてビャン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 みたいな言う時があるじゃん。あれが好きっていう方がね、ちょいちょい増えてきてるんだけど、耳鼻科行ってこい、耳鼻科に。絶対やばいと思うぞ、それが好きっていうこと。危ないね、ここ。じゃあ土管に入っていこうか。いや、マジでそろそろ中間ポイントあってほしいところなんだけど。え、ピンコインコースだな、ここ。いや、でもチェックポイントがないよな。一旦右のパワーブロックを叩いてみる。まあそれしかないもんな。何も来るな。何が来ることは分かってる。しかし何も来るな。バレー。
今さ、僕みんなにめちゃめちゃ失礼なこと言わなかった？耳鼻科行ってこいみたいな。いやマジでごめん、なんかそういうの配信者としてどうかなと思います。耳鼻科行ってこい。じゃあここ左腕しかないよな。ここら辺で鍵が手に入るとか、いやそういうのはないもんな。50コインの方もダメだし。じゃあここは上に行ってみる。ここにチェックアウトポイントがあるとかそういうことは。あ、なんかピンコイン手に入れた。これどこにいるんだろう。じゃあ左を進化すればいいんだよ。あれ、なんかこんなところに隠しブロックが出てきたね。もしかして左、あ、左はないのか。じゃあ左を失敗すればいいんじゃない。こっからピンコイン全部集めたと同時に左を失敗で、ね、この鍵扉に入れるっていう感じだね。いや長っこのコース。え、チェックポイントマジで欲しいんだけど。なんだってね。じゃあ鍵扉に入るちゃん、速攻土管に入っちゃおう。あの顔面狂気を襲ってくるからね。いやなかなか綺麗なサムネのところだね。綺麗に作られてる。そんな無視できない置き方すんなって。僕のチャンネルではこれまで数々無視してきたよ、そういうのは。なあ、中学生まではいい、高校生以上はこれ見て笑うだろ。消えろ早く、くだらねえな。邪魔なんだよおめえら。くだらねえ本当に。まあでもこのくだらなさが面白かったりするよな。このチャンネルはな、健全なチャンネルなんだ。みんな誤解しないでほしい。じゃあここはジャンプして中間ポイントを取れっていう感じで、左から蹴ったらどうなるんだ。あ、左から蹴ったら特になんもなんないのか。もういいやもう。今なんか変なの見えたけどいいやもう。なんで。じゃあここは何もしないでよかったのかな。何もしないで待っておく。わーい、わかったわかった、もうわかりんご。ここでジャンプして避けよう、それで大丈夫っていう感じだね。そんでここは叩いた瞬間すぐ右に逃げる。ここら辺で大丈夫か。あれ、この行き止まはなんだろう。右に持っていかなくちゃいけないとかそんな感じだったんかな。これさ、雪玉と雪玉って当たったら壊れないのかな。普通に右に行ってくれる。これ押し出す感じになんの。まあはいはいはい、ここの雪玉まず蹴っておけばいいんじゃない。そんで左の雪玉を出して右に蹴るみたいな。多分これでボム兵が爆発してくれると思うんだけど。何も来るな。オーケーオーケー、こういうちょっと頭使えてくのもステキング。やってるちゃうな、ステキングだなんて。じゃあ右にバネが出てきたってことは左に行くしかないと思う。絶対そうでしょ。あ、なんで今回出てこないの。時間差攻撃までされたら僕どうしたらいいか分かんないよ。一旦右行ってすぐ左。オッケーオッケー、多分ねここら辺にいることによって出てくるシステムなんだろうね。じゃあここはしゃがんでおく。いやどうしようか、ジャンプしないであえてしゃがんでおこうか。これで大丈夫。もももも。ヒリヒリキモさが増してきてるけど大丈夫ですか皆さん。ついてこえますか僕に。じゃあここはどうすればよかったんだ。右を出発してみる。あ、わかった、ジャンプボタンを押したまんま右を出発でいいんじゃない。違うよ。いやここの行き方がマジでわかんないんだよね。あと試してないことといえば3歩踏むで雪玉にするでしょ。でこっから何もしないでいいみたいな。あなるほど、これでいけるのか。いやそれはわかんないって。今後のために覚えておきたいと思います。じゃあここは隠しブロックがない、砲台なくなんないね。ということはこのドクロリート何をしてくれるんだ、楽しみにしてるぜ。そんなのわかるか。じゃあ右を失敗でいいのかな、これジャンプとかした方がいい。一旦右を失敗してみるね。オーケーオーケー、右を失敗で回避できるんだね。そんでここの隠しブロック出しておこう。もう僕は絶対に下に行かないよ。そんで爆弾を出せばいいのか。何も来るな、何が来てもいいようにこの盾の捨てておく。オーケー、そして土管に入ればいいのかな。すぐ右を失敗。やめて。そろそろチェックポイントに近いんじゃないんでしょうか。じゃあ左を失敗するよ。そしたらシーソーに乗ってもう一回右に行けっていう感じで。オーケー、もう一回上がってくるかと思ったけどチェックポイントにないか。あのフラワーはラルって書いてるな、どっかに落ちてくるんじゃないの。え、あれ取れる。あ、わかった、ここに出てくるんだろう。だから上から踏めばいい。オーケー、出てこなかったね。ていうかこれ倒せんだこの場所で。あ、しかも取れるよ。あ、取ったらダメよ。いやでもまだ大丈夫、ここでつららに当たりませんね。僕やられないんですけど。パックンを倒すけど上のフラワー取んなってことね。そんでこのハテナブロックのところとパウ、これ近くまで行ったらやられないかな。うわどうなるんだろうな、これパウしてもらうしか。キノコ様叩くからの左側に追っておけばキノコが取れて、これ上に行っていいのかな。いやどうなんだろうね、これ左蹴っていいのかな。え、もう蹴ったら絶対自分に当たってさオンオフならないとかなんない。え、蹴ってみるよ。あーだかなー。やる気ね。
あんなやる気ねえ魚は久しぶりだね。っていうかさ、ここで浮き玉蹴ったら貫通してくれるんだな。じゃあ蹴ってすぐ右に行こうか。これで魚が避けれる。っていうかチェックポイント2まで長くない？めちゃめちゃ。あったナイス避け。そこでチェックポイント2取れたね。そしてうわゴールゴールゴール。くっそー、急になって右に行けばよかったのか。ということはこれはどこに連れて行くんだい僕を。一回でもやられたらもうゴールできるんじゃない？チビの状態だからさ。いやー待って、やめて、そこはチェックポイント戻しなんじゃないの。やめろ。いやー、なんか長いと思ったんだよなこのコース。じゃあここは右に行けばゴールできるんかな。本当にそれでゴールできる。やったいや今回は大量のバグコースだったけど、やっぱりバグコースはたまんないね。めちゃめちゃ楽しい。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。祝100コース、あれ痩せてるっていうコースなんだけど、説明文にさ、Pスイッチにはダイエット効果もあるみたい。使い方を踏まないように間を取るだけ。ちょっと買い物に行ってきます。デカマリオでゴールですって書いてるんだけど、デカマリオの状態でさ、あの一マスしかない針の間を抜けることができるんかなと思って、これめちゃめちゃ気になったんだよね。まあクリア率はね、そんなに低くないから意外と簡単なんだろうけど、こんなの見たことないなと思いまして。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.31%。 いや僕ね、結構一発マリオやってきてるけど、これはすごいんじゃないかな。だって聞いたことがないもん、デカマリオの状態で一マスしかない針の間を抜けれるって。でこれはデカマリオになってPスイッチを踏んだらいけないって書いてたから、これ一発で行ったらすごくない？僕は一発で行く男だよ。見てて、フラグだよ。そう簡単にいけるわけないよな。だから今からね、 P スイッチを踏まない作業を繰り返していくだけだから、大幅カットしたいと思いません。全部見せていく。あえて全部見せていくよ。もうその苦痛をみんなにも味わってほしいね。なんだこの配信者。ピーってかさ、これ抜けれんのか疑問しかないんだけど、通常のマリオとかチビマリオの状態でこの一マスの針の間抜けるのめちゃめちゃ難しいのに、まあトランプジャンプって言うんだけど、それをさ、デカマリオの状態で抜けろってめっちゃ無理な話だと思わない？え、マジで抜けれたんだけど。でも絶対当たってる、これ。ニンテンドーさん当たり判定おかしいと思います。いやすごいね、本当に抜けることができるんだね。感動したわ。本当にこんなの見たことなくって、見つけたのマジですごいなって思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。